4月14日金曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩司の、OK、工事アップ。 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新谷一ちです。日本放送飯田浩司の OK ケーアップ、この後八時まで生放送です。えー、今日はね、明るいなという感じ。日本屋屋上の温度計すでに十五度ありますね。はい、今日も暖かくなりそうですが。そうですね。東京都心二十四度の予想で汗ばむ陽気になりそうですね。なるほど。んなんかね、こう穏やかな陽気だねというふうに朝来た。 わけですけれどももう昨日の番組のおしまいというか ねえー、ジアラートが発令されてお、はい、別れも言えずにバタバタバタっとという形でう、えー、今朝あ、会社に来るとですね、まあ、いつも通り新聞が積んであるわけですけれども、えー、三ー一面トップは北朝鮮の,この、ねえー、ミサイルの発射について、えー、北朝鮮 ICBM 級発射防衛省当初北海道に落下可能性と朝日新聞の一面トップであります。いやさすがにこのうーん 日本のね領域内領土内に着弾の可能性っていうのはなかなかない。 文章というか、うね、我々にこう入ってきた速報もいつもとは違う緊迫感があると,、うんはい、という感じだったもんね。まあ、これねあの、この時間帯があ非常に多いというのは今までの、ね、経験則でもあって、でまあ、あ去年も秋口に2度、うん、J アラートの発令というのがありましたんで、まあ、その後に、うん、番組スタッフでもどうしたらいいかね、うん、みたいなことはずっと言ってたんで、うんはい、でその部分でね、あの 複数原稿を用意して二、えー、人で、えー、手分けして読めるようにしようかとか、ねえー、昨日はそんなことをやっておりましたが結果的には30分ぐらい、えー、特別放送を続けるという形になりました聞いてらっしゃった方からも、ね、感想をいただいております女性59歳若葉さん東京稲城市から 昨日は番組後半大変でしたね、ミサイル発射、建物の中に避難してくださいなんて SF 映画の中だけの話と思っていたのにここ半年くらいで何度も聞くようになってしまいました何より慣れが怖いですよねと、えー、今後もこのような時は緊張感を持ってお二人の声かけを聞きたいと思いますと、えー、いただきました。まあ、他にもね、あのー いろんなラジオ局聞いて、えー、各局聞き回してみたというですね、は、え、や、ー、さん、えー、川崎市の方、58歳の男性会社員の方ですが、 えー、日本放送は繰り返し伝える中、他局は平常に近い状況で放送を続けてきて、緊迫感にえらい違いがあるなと。各局共通でないことに違和感を覚えたんですが、まあ、放送が流れてる地域の差なのかもしれませんが、えー。ラジコプレミアムもある中、取り決めとかないんでしょうかねと、お、いただきました。まあ、あの各局で、まあ、判断をしてというところではあるんですけれども。まあ、番組の中でもね、お伝えした通り、えー。国民保護法上の指定公共機関であるということがありますので、まあ、各々。 その責務というものをどう考えるかというところもあるのかもしれません。まああのー、ね、えー、これだけのことがとこういうことになるとね、えーえー、バタバタするなとういう形ではありましたけれども。 まああのー、これね、ね番組でも何度も電話をつないだりとかしているウクライナでずっと取材を続け出してらっしゃるウクルインフォルムの平野隆さんがツイッターで触れてましたけれども今回ね、ね、まあ、結局のところジアラートがあー発令されてで避難の呼びかけがありで結局、日本の領域内あるいはその周辺に着弾の可能性がなくなったということで最終的には訂正があったわけでありますが、えー、やはり、あのー、キーウに いると空襲警報というものはもう四六時中出てそして出たけれども着弾しなかったとっいうのは何度もあるんだとそのつど、ね、緊迫感を持って避難をしてということを繰り返して、えー、空振りだったらそれはそれで良かったねというふうになっていると、まあ、もちろん、その中にはあの何度も、ね、空振りがあると気の緩む人とかもいるけれどもという話をされていて、まあ、その辺の、ねえー、やっぱり日本ってものは平和なんだなということを改めて思う こういうような書き込みがあってうーん、そうだよねと、まだこうやってまあ批判ができるうちはいいけれどもという,うまあ備えあれば憂えなしと先人は言いますけれども、はい、まあそういったところもね、えー、考えながら、我々も気を引き締めてやっていかなきゃなというふうにも思いますし、まあ、あのこれだけのことがね、えー まあ半年でもう3度ということを考えるとまあそれだけこの日本を取り巻く環境周りの環境というものがえ緊迫していると。なんんんとというかうんだんだんとねそのお 温度が上がってきているというのがあるんで、なんとなく鳴らされてしまっているようなところもあるけれども、10年前と比べたらだいぶ違うよねというような話でありまして、うん、まあそのあたりをですね、みんなで一緒に考えていこうというイベントも、この今後、計画をしております。6月25日日曜日お昼3時開演、飯田工事のオッケ工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。 あの、イベントにね、えー、参加あいただく論客の方々、えー、例えば、ああ、峰村健二さんだったり、小泉優さん、高橋杉ぎさん、東野厚子さん、青山茂春さん、ス、え、ターシー一郎さん、宮崎哲也さん、井田鈴木さん、佐々木俊奈夫さんと、えー、皆さん、この安全保障に関してもね、いかもある方ばかりでありますし、まあ、ウクライナ情勢も含めて、そして、この日本の周りのお状況というのを、えー、分析をしてらっしゃる方々ばかりであります。で、えー、ウクライナでの、お ことがどうこう日本にフィードバックできるのかあるいは6月えこの時期に一体何が起こっているのかというのは全くわからない余談許さないところありますのでまあその辺のですね最新の情報も含めてえ放送では踏み込めないところまでえ踏み込んでいただこうと思っておりますえ共同東京チケット受付電話番号は057089922057089922番えぜひですね一緒に考えていこうと思っておりますお越しください、え。ー 6月25日日曜日であります。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 G アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います、えー、ね、えー、ちょっと今あ新業アナウンサーと話していたんですが、はい、昨日はだから原稿が違ったよねっていうところなんだよねそうなんですよねあの J アラート発出された時にそのスタジオに入ってくる原稿ミサイル発射ミサイル発射ってこう読む ことが多いというのはあれですけれども、うん、読んでいたのが昨日直ちに避難直ちに避難だったんですよ、ね、確かにねだからそこの部分がまあこれ、えー、新聞にもね今日結構書いてありますがあ日本の領域へ、えー、北海道に落下の可能性と当初あったとでこれは東博庁の、ね、会見が昨日ありましたけれども、はい、戦後初であるということううまあ記者に聞かれてそのような認識だというふうふに答えたそうですが、はい、だそこの違い 我々も,もう夢中でこう来たけん待ちを待なきゃってやってたけど、はい、そうだよね一瞬ぱって見た時に直ちに避難って書いてあるっていうのは思いましたよね。うんうん 本当、ネット上の指摘ではまあ J アラートと国民保護情報というふうに書いてあるけれども、これ、結局は空襲警報でしょっていう,ようなね、うえまあそうなると確かにあの映画とかで見た退避、退避ていうのと、全く表現としては変わらないんだなっていうね、うえ改めて考えると、ちょっと切実の心を思いがいたしますが、今朝のコメンテーター、元統合幕僚長の川野勝利さんであります。このこのの北朝鮮のミサイル等々についいいてというとうろろももちろん聞いた しまた、うん、夜に、ねえー、2つニュースが大きく動きました一つは陸上自衛隊のヘリコプター事故海中で機体の一部などが発見されたという一報が入ってきました読売は今日一面がそれです、えー、そして6時50分過ぎのニュース7時またぎこちらも動いたアメリカの機密文書流出問題で州兵の男が逮捕されたと今、新庄アナウンサーも呼んでくれました、えー、そして北朝鮮のミサイルについてさらには G7 の外相会合が え、この週末から来週にかけて行われるというところであります。人工衛星の破壊実験を外省会合で禁止呼びかけへというような共同声明原案が出てきております。それからフランスとアメリカの関係、まあこれは台湾情勢をめぐってのマクロン大統領の発言等々も踏まえてというところ、そしてスクープアップのゾーンは中国が東シナ海にロケット残骸の落下を警告と飛行禁止区域の設定についても伺ってまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官 各市が入ってままいりました、まあ、オープニングでも、ね、お話をおいたしましたけれども北朝鮮のミサイルの発射について3 c 1面トップです、えー、朝日の1面は紹介しました毎日北朝鮮ミサイルで J アラート北海道周辺20分後訂正空振り覚悟精度に課題 えー、それから産経新聞北新型 ICBM 発射か東博町日本領域初の落下予測 J アラート発出の指定制と、えー、いうことで3市が一面トップであります。えー、そして読売新聞は あ夜に動きました。えー、不明ヘリか海底で発見、伊良部島北側内部に一人情報と、えー、自衛隊詳しく調査へとこういう、えー、記事があ出ております。まあこれも後ほどね、えー、今日のコメンテーター、河野和人さん、元お自衛隊の制服組トップと。 いろいろ聞いていきたいなというふうふに思っておりますが、まあ、このニュースが、ねえー、昨日の夜あたりから動いてきたということであります、まあ、あまずは一刻も早く調査そして北の回収というところに,になっていこうかと、まあ、夜が明けたところからです、ね、現場はすでにもう動き始めているんだろうなということも思うところです。 えー、それからあ日本経済新聞一面は国家公務員の働き方について、えー、週休3日拡大事情問わず働き方多様にという、えー、人事院勧告へというニュースです。あの霞が関離れ歯止めといいう,うに書いてて、おりまして、まああ 今年の、ねまあ、毎年夏に出てくる働き方に関する人事院勧告に、えー、育児や介護といった事情がなくても週休3日制を取得可能とする法改正を盛り込む検討に入ったということで、えー、フレックスタイム制を利用することを条件とすると、えー、長,期長時間労働などによる人材の霞が関離れが深刻な状況になっていることを踏まえて多様な働き方を選択できるように政府に改善を促すというふうに出ております。 まああのー、もちろん、ねえー、こうしたことは大事だし、まあ、それによって霞が関ナに歯止めと、まあ、今、官僚を志す人の数が減っているとか、まあ、そういうことが言われているのでというところなんですが、まあ、これは。うーん えー、いろんなところで、ね、指摘されているところなんですが、まあ、その働き方改革もそうなんだけどさとで、えーまあ、よく、ね、公務員制度改革というふうに言ったりもしますけれどもその制度の部分というよりは、えー、働きそのものを変えなければいけないぞと大体いい、ね、予算が決まっていてで定員が決まっていてというのがあるのでこれまたこういう,こう制度を導入だけして予算で だ、とか、定員が変わらないとなると、どういうことが起こるかっていうと、じゃあ、週休3日取りますよとで、これで人が薄くなったというところに、えー、出勤してきた人に、ものすごく、 負担が増えるというようなことになると、え、それって結局意味あるのかと。で、あの、独身の、おまあ、こちらなんですけど、男性のお職員であったりとか、えー、あるいは、うん、奥さんが、まあ,あ、理解があってですね、えー、旦那さんがあ仕事に全力投球ができるような環境の人などに、し、え、お、ー、寄せがどんどんといって、そういった人たちが過労でまた倒れるみたいなね。で、さらに薄くなってしまうと、そこにまたさらに、えー、 仕事がどんどんと重なってしまうみたいな悪循環が続いていってるんじゃないかということで、まあ、そこの部分を変えなきゃいけないよねと、まあ、あの国会の改革ももちろんそうですけれども質問通告をちゃんとしろよとかね早めに本当はルール的には2日前までに通告しなきゃなんないのが当日前日のもう夜遅くだったりとかするというようなことも考えると。まあ なんか、こういうね、えー、制度を変えるっていうのはもちろん、お大事なんですけれども、小手先だけで済む問題なのかっていうのは、まあ、そしてそれは、うん、公務員に限った問題ではなく、うー、資金業でもあったりするかもしれないよね、と、えー、いうようなことも、改めて思うところでありますこの時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は、元統合幕僚長、河野克俊さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。 まあ、加藤さんにね、ご出演をお願いしたのは、まあ、一週間余り前のことということで、まさかこうして、今日時代が動くとはというところなんですが、え陸上自衛隊の宮古島周辺で消息を絶ったヘリコプター事故、海中で機体の一部など発見かというニュースが入ってまいりました。これ、現場でね、捜索に当たっている海事の艦艇が、海中で見つけてきたということですが、 ねえまずこの事故どうご覧になりました。まずあの本当にあの今原因がちょっと私としてもわからないですねあの二、はい、分前までですね行動、はい、には二分前まであのあの正常な更新を完成等としてたということ。えー あの聞いておりますので,、うん、で、この2分間に何が起きたんですよねで、あとあのこう、今、映像に流れているなんかあの住民の方々が撮られた、ねはい、あの映像も出てますけど、全く正常の飛行なんですよね、うん、本当に分からないですよね。だから あの人的な要因と、まあ、機体的な要因が2つあるんですけれども、どちらもちょっとあの、はい、なんていうか、決定的にっていうのがないんですよね、まあ、これからもあの、今、ね、幸いなあの機体とかが発見されたようですから、はい、まあこれからその中に恐らくフライトレコーダーっていうのがあるんですけれども、これがおそらく回収できるはずですので、はい、その回収を見てです、ね、まあ、本当にあの原因についてはこれから徹底して調査をし、まあ、再発防止に努めて てほしいなと思いますよね。はい、まああのね機体の一部そしてまああ登場されていた方々も見つかったのではないかというようなねはい、はい、一方もはい、はい、こう。 ありました。はいまあこれね本当に要求助者の方々もまずはね助け出してというところをやらなきゃいけない、ねうんね、まあまあ今今行方不明ということで、はい、まあでも本当にあのまあねあのまあ階級にねあの人命の重さの違いはないんですけども、うんうん、ただやっぱ組織としては大橋、はい、団長ってねまあやっぱご五千人六千人を指揮する人でしたので、はい、やっぱあの。 組織としては、ですねやっぱり師団長が今、行方不明ということは非常に大きなダメージだと思いますので、やっぱりこの原因はまあ徹底的に調査して、再発防止,止めてほしいですよねこの第8師団というところ、まあ、あの南西諸島一帯も担任のこう区域になっていく。はい あの基本的にはです、ね、南九州が担任なんですけども、はい、ただ、今、陸上自衛隊はあの軌道展開ということをやってますので、はい、で <laughs> 特にあの南西諸島がまあ非常にあの重要な、中国が脅威ということであればです、ね、非常に重要な地域ですので、うんはい、<laughs> そこにまあ軌道展開するには一番あの。 近く,近くのポジションですね、はい、ですから、まああの、非常に重要なあの配置だったということですね。はい、で、まあね、そうなると、おやはりそこにこう動いていくためにはあ、島々の地形であるとか、はい、そういうものもしっかり把握しなきゃいけなかった、はい、はいはい、そうですね。 着任されたかりとしたがって、やっぱ自分の、まあ、担当するという地域については、当然、うんあの、把握したいと思うのは当然ですよね、うん、ですから、まあ自,自らの目で見たいということで、まあ、今回、ヘリコプターに乗って。はいあの 自殺をしたんだとま、まあ、これは当然のことだと思いますし、うん、まあそれがまあ今回ね、こういう結果になったということは、非常に残念ですね、まあ、これ、偉い人だとか、まあ、階級の高い人が乗る、そしてまあそこにこうつく形で、今回も文屯地のトップも登場していたという話があって、はい、そうなると、やはりこう2期に分けた方がリスクコントロールになったじゃないかという,ような指摘もありますが、うん、このたいというのは。 スタッフ、支える人たちは当然、同行しますね、うでここ、今回、危機管理上の問題って,いうっていうことが言われてるんですけど、ただ、あのナンバー2の副祉団長とか、あるいはナンバー3の幕僚長は、恐、はい、らくあの熊本にいるはずですので、まあ、そこは私はちゃんとあのリスク管理はしてたと思いますので、ここは。 特に問題はないと思うんですよねでこれねあの、いろんな憶測が最初に飛んだところがありました、うんでまあ、そういったものに対して、結構こう、各自衛隊の OB の方々は、うん、こうあんまりこう、ね、陰謀論的なことはあのやめた方がいいっていう、いめるようなところがありましたが、うん、これ、はいあの、情報の出し方であったりとかっていうのは、どうご覧になりますか。 方にについてはですね、まあ、今回本当に私も含めてですね、うん、全くこう原因がわからないので、ええ、決定的なことをちょっとコメントできないですよね、うん、そうやってまあこういういろんな、私も SNS あんまり見ませんけども、はい、まあ出てきてるんだと思うんですよね、<laughs> でもやっぱりあんまりなんていうか、先走ったような陰謀論的なことについては、ええ、私はやっぱり感心しませんし、そこはちょっとやっぱり冷静に分析をした方がいいと思いますね。うんうん あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は元統合幕僚長河野勝利さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて383ドル19セント高い3万4 0 0び二十29ドル69セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は236.93ポイント上がって12166.27でした。一方、円相場は1ドル132円60銭付近で取引されております。アメリカの物価上昇、インフレが低下に向かっているという観測から、アメリカの利上げが早く停止するんじゃないかという期待が高まって反発をしたということでありました。 ではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカの機密文書流出問題周平の男を逮捕アメリカ CNN テレビによりますとアメリカの機密文書が SNS に流出した問題で捜査当局は13日マサチューセッツ州の21歳の空軍周平ジャック・テシェイラ容疑者を逮捕しました えー、このね、あの、容疑者の話、ワシントンポストが昨日あたりからスクープで結構報じておりましたけれども、うん、まあ,あ、日本時間は夜に逮捕に至ったということであります。この情報の管理の仕方っていうのはね。あの、まあ、日本においてもですね、まあ、これ、はい、あの、非常に情報管理については、 あの問題が、まあ、最近も海上自衛隊に関しては起きましたし、はい、あのこの SNS の時代になって、ね、やっぱりスノーデン事件もありましたよね、はい、も本当に管理で、で今回も州兵の人が捕まっているということで、この人がですよあのおそらくアクセスできるその権限とか、立場にはそらくない人だと思うんですよね、はい、今回の,これ、ね、あの。国家の高度な はい、秘密をにアクセスでアクセスでできたかとということなんすから今本当にあの想像でするような、まあ、ネットワークの時代になってますから全く権限のない人までですねそういうアクセスできるよここは本当にあの日本も含めてやっぱあの、ね、アメリカも十分よくも対策を講じなくちゃいけない。 まあね、今あの、エドワード・スノーデン事件のお話が少し出ましたけれども、えー、あの彼の場合は、NSA という国家、えー、安全保障局の職員もやっていた、ある意味、中の人で権限もあって、そこで得た情報が流出という,形で,すうです。ですあ。 彼はそういうことをアクセスできたので,、ええ、で、彼がそういう気になればできたということはあるんですけど、や,やっちゃいけないんですけどね。ねで今回、この周辺の人が、うん、おそらくそんな国家の中枢の機密に触れるっていう立場にないんですよね。うん、それがこういうことができたということについては、これはもう本当に、あの、有識ことなので、うん、それは絶対対策を立ててもらいたいと思うんですよね。で、うん、まあ日本のね、秘密情報の管理はまあ結構問題になるんですけども。はい やっぱりそれを結構アメリカから言われるわけですね、同盟国の関係でね。でも今回、元締めのアメリカがこういうことになってるんだったら、もう本当、これはもうね、どうなってるんだっていう話になりますので、本当にまだ今、これ、そもそも論として、この州兵というのが出ましたけれども、この州兵と連邦軍のよくわれわれが目にする海軍とか陸軍とかっていうのとは、これ、 どうういい違が州兵という感覚自体は日本にはないです都道府県が軍隊を持ってるみたいな感じなんですよね、でも日本にはそんなことないですから、だから州兵というのは結構、ですねやっぱぱ合衆国なので、外交とか防衛は国が合衆国としてあるんですけども、結構内政については、州がものすごく権限を持ってて、州ごとに、なんかこう、 違うんですよね。いろんな<ー>あの法律,法律がシステムなんですね。はい、だからあのまあそういう意味ではもう本当にあの州が大きな権限を持っててで州がまたあの軍隊を持っているということなんですよね。なのでこのただしこの州兵は州の兵であって。 国としての機密とか、国秘事項には、触れるははずないもう気候上、触れるはずないよく言われるのは、州兵の人たちを中心として合衆国を守ると、合衆国の軍隊は、前方に外に展開していくみたいなそういうことです、だから、周辺場合によってはね、州兵の人も外に出ることはあると思うます基本的には中ですよね。 中で,でしかもその国家の注水の,、はい、の秘密事項に触る権限は絶対ないと思いますから,だから今回流出したその情報も、まあ、ウクライナにおけるその作戦行動であったりとか、うん、武器の調達であったりとか、うん、あるいは韓国がウクライナにどう武器を出すかっていうのを話し合ってる様であるとかっていう、が触れるようなというか、触ったところでっていう、ないどうするんだっていう情報ばかり。 以前、メルケル首相ドイツのやり取りが、ね盗,聴とね、盗聴したとかいうか、はい、でこういうことを、まあ、恐らくアメリカやってるんかもしれませんけど、えーえー、これはやっぱり同盟関係の信頼性を傷つける話なのでそれはもうやっぱり相当な大事だし。うん アメリカがそういうことやってること自体がやっぱりね、ちょっとこれはやっぱ、いかがなもんかと思いますよね、えー、まず、エドワード・スノーデンの、ね、あの事件の時も、もう日本だってやられたぞと、えー、まあ当時の鳩山総理であるとかが、いろいろ聞かれてたみたいな話が出たりとか、えーえー、今回の報道では、国連の事務総長も、えー、その対象だったというのがあ、先ほどね、速報で入ってたりしましたけど、えーまあ、だからそこまで恐らくやってるんでしょうけどね、それ自体はどうかとは思いますがね。 でしかもそれが外に出るっていうのは、やっぱりもう、もう管理どうなってるかっていうことですよね、だから日米同盟関係で、まあ、日本がゆるゆるいとは結構いつも言われるんですよ、はい、アメリカからね。スパイ天国があんだってことを言われたりしますよね、でも、こういうことが起きれば、あなた、どうなってんだっていう話ですよね。<laughs> うん、これはそのアメリカが 構築しているこの同盟のネットワーク全体に対してものすごく影響ありますよね、これが出たっていうことで、それは韓国だって、それは相当な、表向きはあまり大きさではしないという態度は取ってますけど、はい、それはもう、はい、あの地下では相当なやり取りやってると思いますけどね。何をやってくれてるんですかと。そう<ー>ですよ これやっぱりアメリカでこの逮捕の報道が、もうヘリコプターの映像とかで出るっていうのは、それだけ大きなニュースだぞというようなことが、日本で報じられてる以上のこれは危くんですかねいやそれはそ,、まあ、そ,そうですよね、だか、まあ、今回、ですから同盟関係はい、いかがなもんかっていう話になってくるわけですよね、そしたらもうアメリカの信頼性になります。ここれかからあの台湾問題とかねい、まあ、いろいろこう、はい おおあの、非常に厳しい状況になってくるときに、やっぱアメリカの信頼性っていうのが問題になってくるわけですよね。うでこういったときに、やっぱりこういう問題が起きると、はい、アメリカは頼りにできるのかということが、おそらく、特に台湾の人たちだって思いますよね。これは本当に大きなことだと思いますよね。 アメリカの機密文書流出の問題で周兵の男を逮捕というニュース。うん、まあそこから、えー、このね、情報を扱う人の的確性であるとかと。うん、でもこれ。 アメリカでもこのセキュリティークリアランスとかをもう吹っ飛ばしちゃうような、うん、ニュースですね本当にあのあのセキュリティークリアランスでてもアメリカも厳格だということで私らはそういう認識ずっとあったんですけどもで,、ね、でもやっぱこういうことになるとですねどうなってんだということですよねうん、うん、でまた、日本の場合はですねよく言われるように検案としてはスパイ防止法ってないんですよね、はい、ですから日本の場合は、まあ、北朝鮮の人がうんぬうんぬとかってやったときでもですね、はい 結局別件逮捕なんですよね。<laughs> ねある意味、ある意味、うんの、外国為替なところとかで、はい、そういう。 ったことでとら取られるということになってますから、<ー>抑止力って弱いのは確かに日本としてはですね。だからそこはやっぱりスパイ防止法ということについてはもうそろそろですね。はい、あの戦後日本の場合はやっぱそういうことはなんか驚々しいということで避けてきたこところがあると思うんですけれども、戦前、まあのそのね特攻警察とかそういうような批判がありますか。それがやっぱりあの国民にもね、はい、あの権限を侵害するようなことで発展するんじゃないかというような議論があって、はい、非常にあの権あの避けてきたことはあるんだと思う。 思うんで,すけども、まあ、でもこれからはやっぱこういうちょっと厳しい処置を取らないともう抜けますよね今のこういう、うん、あの発展した。 世界においてはまあこれだけサイバーがーとなると。はいえー、となると、もう何でもし放題みたいな話になっちゃいますんで、うん、そなうなっても同盟関係も,クソもなくなっちゃいますよね、だからやっぱり、うんぱい防止法ということについてもう一回ちょっと検討を真剣にですね、国民の権利を侵害しないという前提で、やっぱり考えた方がいい,いいんじゃないかなと思うんですけどね徐々に徐々にの法整備の部分で、特定秘密方法であったりとかというのが、設定されて、はい 今後はその、ね、的確性をどう審査するかという,、うんうね、まあ特に民間で、ええ、まあ防衛関係の情報を扱う人とかそういうが、防衛省のほうが、防衛あのもう今はもうなんほうか防衛とかなんとか言ってますね、やっぱ、はい、あの。 官民一体なんですよねだからそのあの、防衛はもうあの自衛隊だけっていう話じゃなくて、やっぱ民間の人たちももう、そうってあの共有しないと防衛って成り立たないので、はい、しかし、それはやっぱり外に出してもらっちゃ困るというのはありますし、だからそういう意味であの。 防衛の面の安全保障と、今、経済安全保障ってありますよね、はい、で経済安全保障の体制、徐々にできつつあるんですけど、ただ、的確性というか、秘密法についてはまだ法律できてないんですよね、うん、まあこれからということなんですけど、はい、やっぱりもうあの、官民一体として、やっぱ秘密情報についてはどうするかということについては、うん、やっぱりもう、分け隔てなく、体制を整える時期に来てると思いますよね。うんうん、はい それからまあ今回のこの事件に関してはまあ、ね、えー、このティシエレ容疑者が、うん、自分のこう腕を見せたいとかそういうようなまあ動機もあって機密情報をいろいろこう取ってきたんじゃないかというふうなことも言われてますが、うん、このサイバーの防衛だったりとかあのその部分というのはまさに河野さんが現役の時きに、ねえー、整備をするとこういうまあサイバー部隊だったりとかという話になりましたけどはい、はい、ここをこう若い人をどう連れてくるかとか、まあ 込んでくるかリクルーティングって難しいいみたいですね自衛隊としてはです、ね、えー、今あの、まあ、人材の養成、教育もや自前で,です、ねうん、やりやすいんですけど、うん、でもやっぱ、あの民間にやっぱいっぱいそういう得意な人がいるわけですよね、はい、ですからあの、本当に T シャツ、半端でいいから来てくれるというね、自衛隊にもね、はい、でそ,そういう、まあ、あのこれも、ね、あのた処遇面では、破、はい、格のっていうか、やっぱあの自衛隊としてはできないですよね。 あのそういう人をね、あのあの働いてもらうということは大事なんですけど、うんでこ、アメリカもそうなんですけどね、ええ、そ,そういう場合、要するに、あなんなにですね、忠誠心っていうか、ちょっと<ー>言葉としてちょっと古い言葉かもしれませんけど、はい、ここが問題なんですよね、ええええ、だから、ええ、そういうなんていうかこ,こ自分の立ち位置を分かってる人、うん、この人をやっぱり。 でなおかつ技量がある人が必要なんでどうでもいいやと今回の周辺の人みたいに、ね、自分の技量を見せたいとか言ってパッと出すような人が来てもらって、ね、裏切らない人に来てもらわなきゃいけないそう,そ,う、まあ、そういう人を見つけるというのもやっぱあの必要になってくるのでな<ー>なかなか難しい面があるんですよねアメリカなんかそこをある意味、金額で担保するみたいなところがあったりするわけですかね。自衛隊の場合は、まあはい あのえ。 一応公務員の枠になってしまわなくちゃいけないのでそんな破格ていうわけできないので応急票があっていやそうは言ったってさ事務次官この給料なのにこれまずいだろうみたいなことになっちゃうわけですね次回より上っちゃいかないのでそれはなかなかなおかつそれでもいいと自分としては国のため尽くしたいんだという人がいてまだ一番なんですけどね心意気の部分に追う部分があるというでもこれはそれで気持ちはねそういう気持ちもたもう反発でも。

この時間、取り上げるニュースはこちらです北朝鮮ののミサイル領域への落下予測は戦後初。北朝鮮が昨日発射した弾道ミサイルについて自衛隊制服組トップの吉田義秀統合幕僚長は日本の領域内への弾道ミサイル落下が予測された戦後初のケースだったことを明らかにしました 記者の質問に問われてそうした認識だというふうふに答えたということであります、はい、そして速報が入ってきておりますがこの北朝鮮の弾道ミサイルについて朝鮮中央通信は14日固,形固体燃料エンジンの新型大陸間弾道ミサイル ICBM 火星18の発射実験を行い金正恩朝鮮労働党総書記が現地で指導したと報じましたそしてこの ICBM 火星18は は3段式で発射実験が成功し金正恩総書記が大きな満足を表明したと報じたということであります。 えー、この発射、これ、新しい形なんですかそうですねあの、火星18という、おそらく、まあ、今まで17が最新だったと思いますので、最新型、なおかつの固,定固形燃料ですよね。はい、ということは、あの固形燃料ということは、即応性が高いということなんですよね、あの液体であればこう燃料注入しなくちゃいけないんで、その間、やっぱり兆候が把握できる可能性あるんですけど、衛星などからそうですね。あのはい、花からも固体 ということであれば、もうその把握もしづらいということで。とう移動も要因なるそう、移動も要因になりますよね、皆さん、旅館なんか行かれたら、鍋でこうね、ありますね、あねありますよね、ああいうのをイメージしていただければいいと思うんですけどね。 これそうするともうあのどこほぼどこからでも撃てるような形になってます,そうです、ね、だからまで非常にまた強威度があの向上したということは言えると思います今回の,この発射、まあ、あの最初はジ、えー、アラートが出てそして日本の領域内に、まあ、あ北海道の南西部というふうふに言われていますが落下の可能性があったとあのちょっと この私もですね詳細がちょっとつかめてないので分からないですきあの報道によればですよ、つか、ええ、みましたとで、それで、ただしあの、直後にレーダーが消失したというんですよね、はいな、直後にレーダーが消失した、レーダーから消失したということなので、でそ,れでそれだけで北海道ということが予測できたのかどうかということが、まあ、あのちょっとそこは。 あのもう一つちょっとわからないところがあるんですけど、いずれにしても、まあ、何らかの解析で北海道だということで、結論出したと思うんですよね。はい、で,で、それで、あ,のあとあの結果としてはまあそれは違いましたということになったんですが、うん、あのまずやっぱりあの危機管理っていうのは、見逃し三振じゃなくて、やっぱ空振り三振とよく言われるように。 もうあの何らかの,あの解析によって、北海道だと結論出し、しかし、見失ったと、見失ったっていうことは自分が把握してないわけですから、だからなので、やっぱそこは警報を出すということは、私は間違ってないと思います万が一をしてきたということ、ずっと掴んでて、ええ、北海道ではないということならば、それは解除しなくちゃいけないんですけれども。はい 最初の段階で北海道という結論を出して、しかし見失ってしまったということであれば、自分たちが把握してないわけですから、これは万が一のことを考えて、警報を出すということは、これはあの間違ってはいなかったと、私は思いますこのまあ日本にあるレーダーと、そしてまあ北朝鮮から打ち上がるということを考えると、ある程度まで地球は丸いので、打ち上がってこないと、まず補足ができない、これ、解析ができるということは、ある程度までは上がってきていたというふうに考えると。あのうん もう私、まあ、そういうことだと思います、はい、北海道という地点を割り出したわけですからね、はい、だからこれは韓国もそうですし、日本もそうですし、はい、あとアメリカの情報ももちろん必要ですので、<ー>日米韓が連携して、はい、あの発射というはあの事象を把握した,ことしたわけですから、からこれは発射されたこと自体は絶対間違いなかったし、まあ、今回の北朝鮮ももう発表してますからね、ただ、今回、ちょっと不思議というかう、はい、あの、 まあ、あの私あの、アラートを出したこと自体はよあの、別に間違いじゃなかったと思うんですが、しかし、訂正しですね、はい、でなおかつ、じゃあ、どこに落ちたのかが今回、発表ないですよねうん、うん、そうですね、今のところ発表、ここはあのー、普通ならば EZ の外でした、うちでしたとかありますよね、はい、でここがちょっとであの出てないっていうのが、ちょっと。 ううん、おかしいなと思うんですけどね、まあ一部報道などでね、このレーダーから消失したっていうのは、えー、まあそこでバラバラ粉々に分解しちゃったんじゃないかみたいなことを指摘するのは、えー、ただですね、分解したということであれば、まあ、あの破壊とか、あのまあ、爆破、えーあの、自爆したとか、まあ、いろいろ考えられますよね、それであればです、ね、おそらく日米韓で3三国を見てるわけですから、はい、絶対にそれはそういうことも把握できてるはずなんですよね。 あえー、だ,だから、それの,あの発表もないということは、はい、でしかもあのおこの北朝鮮が、まあ、北朝鮮の,、うん、あの発表が正しい。 かかどうかは別にしてですよ、はい、ただし、北朝鮮側は発射実験が成功し、うん、金正恩総書記が大きな満足を表明したというまで言ってるわけなので、はい、でこれはやっぱりあの、どこに落ちたかについては、やっぱりそこはあの国民に発表すべきだと思いますけどね、はいまあ、これ、ロストした、まあ、レーダーから消えた地点というものはわかるわけですもんね、そうすると、るね、そこで何が起こったかっていうのをあとは分析するとうですね。 うん、で、あのまあ、そこですね、そそこが消失した以降の発表が一切ないので、えーうん、だからそこはやっぱりちゃんと、アラートを出して、北海道の方々、必死でやっぱりに、はい、逃げられるれたわけです、ね、かどうねそれはやっぱり結果はどうだったんってことについては、うんうん、やっぱりあのね、お伝えするのがやっぱ国の責任だと思いますけどね。うんはい さあそして、このね弾道弾の発射ということになれば、当然ながら国連安保理決議違反であるというところですが、ただ、やっぱり。 このじゃあ安保理で非難決議を出そうとするときに中国やロシアの拒否権というものがあったり、うん、全くこう機能しないというのがもう20年以上続いてきているこれ、ね、じゃあ日本はどう対処するんだというとやっぱりある程度の独自の抑止力と反撃能力と今回の、あの吉田当幕長のコメントが出てますけども。も、はい 日本は、領域内に落ちるると予測してるんですよねでそれはまあ戦後初だということを言われて、確かにそうです、あの領域内に落ちるということが、はい、あの推定されて、アラートを出したのは、まあ、今回、おそらく初めてですから、でなおさら、ですねやっぱあのそのアラートを出したとはたら、私はもうあの別な問題なかったと思うんですけど、ええ、でも、それを訂正するんであれば、実際はこうでしたということは、今回、ない でまあ、ここはやっぱちゃんと,ゃんとあのしてもらいたいのと、はい、やっぱりこの、もしくは領域内に落ちるという予測が出たような事態であれば、はい、それはまああの私が現役時代のも,もっとエスカレートしてる話ですので、えー、やっぱりこう。 北朝鮮の脅威というのは、ますます上がっていると認識すべきだと思います、まあ、あの当時ね、菅、え、野、ー、さんがまさにその任に就かれていた2017年のあたりというのは、北朝鮮がガン,ガンこうミサイルを撃ってきた、はい、でそれがあったからこそイージス・アショアという話で守ろうということになってたんですよ、ね、そうです、そうです、そうです、ですですで今、まああのまあ、いろいろ経緯はあったと思いますが、はい、イージス・アショアがまあキャンセルになって、まあ、イージス・システム搭載艦の方に移ってるんですけどね、私あの、イージス・アショアのがキャンセル もともとはイーシャーシャーを導入を決めた時の倒幕賞でしたので,、はい、で、その時もちょっとあのイーサーシャーのキャンセルについては、ちょっと疑問には思ったんですが、まあ,あの時もちょっと申し上げたんですけど、北朝鮮の脅威っていうのは、あのあのイーサーシャーキャンセルした時は確かにあまり飛んできてなかったんですよ、日本海を撃つとかですね、はい、日本人の目にはあまり見えてなかったので、ちょっと脅威感が薄れてた時期ではあるんですけれども、でも、 あの決して北朝鮮の脅威が消えたわけじゃないんですよね、あのときもあの、うん、核は一切放棄してない、ミサイルだって一切放棄してないわけですから、はい、でそこはやっぱ冷静にやっぱ分析して、ですね対応していただきたかったなとは思ってるんですけどね。あの当時米朝の、ね、首脳会談などがあって、えーまあ、情勢的に撃たなかっただけと、えー、そうですね、そうです、うんま、まさにそういうことなんですね。 ミサイルでの防衛もそうだし、反撃能力的な抑止力もそうだし、結局、な,なんかどっちがどう取りますかみたいな議論をずっとこの国してたかもしれないですけど、うん、本当だったらどっちも集団で世界各国、どっちのほうですから、<ー>じゃ防御するのも必要ですけどもね、はい、やっぱそれだけで100%の保証はないので、したがって、 でばあの場合によっては、はい、その根元を叩くことも必要でしょうねと、これはあのやっぱり想定外ということは通用しない世界ですから、はい、やっぱそれは万全を期すという意味で、両方持っておくと、基本は防衛あの、ミサイル防衛で対処するのは基本ですけれども、はい、それで対応しきなくて、日本の国民の方々がね、非常な犠牲が出るとううになれば、それはもう、 やむをえず叩くということはあってしかるべきですから、やっぱ朗報を持ってると、で今回の安保3文書で、反撃能力に踏み込まれたということは、やっぱそういう観点だと思います、はい、続いて、教えてニュースキーワードです。アメリカとフランスの関係はどうなる 中国訪問後、フランスのマクロン大統領の発言がアメリカや、まあ、ヨーロッパでも批判をされております。今月7日中国訪問へ帰国したマクロン氏は一部メディアに対して台湾への対応をめぐってヨーロッパは米中いずれにも追随すべきではないと発言。また12日には同盟国は属国ではないと訴えて批判がさらに高まりました。そんな中、この緊張高まる台湾情勢をめぐって我々は開かれたインド太平洋という理想像をアメリカと共有 していると述べ、火消しに回ったとみられております。最初はなんかヨーロッパ関係ないぐらいのことを言ってた。ようあの台湾はね、台湾問題はヨーロッパと関係ないっていうことを確か言われたと思うんです、はい。フランスってですね、ええ、結構なんていうんですか、したたかな国だと思って、もともと。またまたあの第二次世界大戦はナ地チスドイツ占領されてるんですよ、パリは。あそうですよね、ビ、ね、デビシー政権っていうのができてですね。はい でしかし、ですよ終わってみたら、ちゃっかりですよ戦勝国で一角になりですね国連の安,保安全保障上に理事国になってるわけですよ。はい、でほん 本来は第二次世界大負けてる国なんですよね。それが、もう、ちゃっかりそういう立場に立ち、<ー>で今度はドゴールが出てきたらですよ。はい。まあドゴールも、やっぱアメリカと非常に対抗したわけですね。で、えー、独自の核を持ちですね。はい。常にね、そういう、まあなんちゅうか、誇り高き国という意識があるんでしょうね。でイラク戦争の時も,も、フランスはものすごく、あの、アメリカ対、はい 対対して人対立して立わけですよね証拠があるのかといってそう,そ,うそうですよね。まあ結果としてフランスに言った方が正しかった面もあるんですけどね。でもやっぱりフランスでもともとそういう立ちスタンスに立つ国ではあるんですよね。ですから今回もあのね、やっぱアメリカとはあの一線を画す、やっぱあ,の、はい、まあ経済的にも中国と非常に深い関係があるということもあるんだと思いますけどね。<ー>ただ、あの台湾は自分、最初は、ね、台湾は。 あの自分たちの問題でないみたいなニュアンスのことを言われましたよね。それはちょっと違うんじゃないかと、うんうん、やっぱりわれわれ、な日本もですよ、はい、やっぱウクライナ問題についてはやい、やっぱり遠い、ヨーパ問題だけど、うん、これはやっぱり世界の問題だということで、やっぱり捉えてるわけですよね。世界各そうで,すよですから、うんうん、ああいうあの理不尽な侵略は許さないという立場に立って。はい まあ総会のね、国連総会の非難決議もあれだけの国が賛成したって、ういうことで,う、ね、うですよねやっぱり大国、フランスの大統領としては、やっぱりなんていうか、いかがなものかと思いますよね、うん、そうなったらやっぱり、フランスに対する信,信頼性もね。まあ、あの、うん 落ちると思うですから今、ちょっと火消しに回って、ね、火消しに回ること自体が、ね、ちょっとみっともないという話ですよね。なら言うなって感じですよ、ねうんうん、でそもそもね、あのフランスは太平洋にもそうです、ね、海外領土があって、当時国の一つでもあるっていう、そう,まあ、そういう,こう感じでアプローチしてきますよね,ねだからマクロン大統領も,そのも、もちろん絶対認識はしてると思うんですけど、でもその意識はちょっと薄いんかもしれませんよね。で あのま、私、もともと海上自衛隊出したから、フランスの太平洋艦隊でものすごく、えー、あの緊密に連携してたんですよ、退避とかニューカレドニア。 はい、基地持ってますからね。ねでそういう意味では、私らの認識は、うんあ、フランスって太平洋国家だという認識がものすごく我々はあ、あるんですよね。で、うん、で太平洋に勤務しているフランスの人たちもみんなそういう認識なんですよ。うん、だからそういう面では台湾は人事ですなんていうことは絶対に太平洋で勤務しているフランスの人たちはないと思いますけどね。うんはい 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ中国が東シナ海にロケット残骸の落下を警告。 中国海事局は13日東シナ海の一部で日本時間の16日午前10時から午後4時まで船舶の航行を禁止する区域を設定したことを発表しましたロケットの残骸が落下する可能性があるためで指定区域は台湾の北方沖縄県石垣市の尖閣諸島に近いため日本にも影響を与える恐れがあるとのことです 台湾の北およそ160キロに当たる区域だということなんですが一部は日本の排他的経済水域 e z にもかかるんだということですね、うん、これはやっぱりちょっと非常識ですよね。はい、というのは、うん、あの日本の EEZ にかかるでその間は。あの 飛行禁止区域といとで,、はい、で飛行禁止区域などどうもなんか空域に限られて海域は含まれないと言うんですけども。官房長官はねそういった説明したんです。あのまあ向こうはですね。はい、でもそれってでも。 危ないよと言われたら、船だって行きませんよね、らねそう,そうだ、経済活動、だからあの、なんて言いますかね、当然、できる経済活動があの制約をされるわけですよね、影響ないなんてことは絶対言えないはずなので、ですから、そういうなん他国の,の EEZ に影響を及ぼすような、はい、その宇宙活動をするということ自体が、やっぱりちょっとおかしいし、以前はなんか、インド洋に落としたって言うんですよね、以前のやつはね。 やだかがあるのでそちらの方に持っていけばいいだけの話ですよね、でもこれ、タイミング的にやっぱり台湾に対する、はい、やっぱりあの牽制だと私は思いますけどねこれ、最初はその飛行禁止区域も、もう3日間にわたってたという話がさすがにということだと思いますけどね、飛行禁止区域の話って、まあ、それこそウクライナでロシアの侵略が始まった当初も、えー、こう西側が禁止区域を設定すべきなんじゃないかという議論が、えー。 ありましたけど、ええ、これは直接的にそういう,こう有事に直結する話にも場合によってはなってくるんですあの飛行禁止区域 ということになってある種のなんなんていうかブロあのなんつうか封鎖なんですよね。あ<ー>あ<の>空域封鎖みたいな。空域封鎖ですよね。であとまああんまこれに海域が加えればもう完全な封鎖になるんですけども。はい、でこれって基本的にやっぱあの常識ある国はそんなことはやっぱりしないんですよね。でこれを勝手に自分の宇宙活動だということでよって、はい、あのこっから入っちゃいけませんなんていうのは基本的にそういう権利ないですよね。基本。だからそれはあの宇宙活動をする。 ほうが配慮しなくちゃいけないわけであって、はい。<で>迷惑のないところに。飛ばすとです、そで,でそれは恐らくコントロールできるはずなんですよ、今の,あの技術でいけばですね。んうんうん、だから、まああの、私はやっぱりタイミング的に言って、はい、自分たちは台湾の周辺をいつでもコントロールできるんだぞと,というようなあ<ー>あのメッセージを。 今回伝えてるんではないかなと思いますけどね。やっぱりこう蔡英文総統がまあ中米訪問のまあ行き帰りアメリカに立ち寄り下院議員とまった。で演習も周りで行った。やっぱそこと文脈的には同じ繋がってると思います。ただし今回のペロシ議長下院議長が来た時よりもあのあの時はミサイル自体発射しましたからね。そうですよね。そういう意味では今回の方がまあ多少トーンダウンはしてるんで。 ですけども、でもやっぱりあのメッセージとしては私は一緒だと思います。うん、やっぱりあのそういうことをやったらまあやるぞということをスタンスを示してるんだと思うんですよね。ただあの来年の1月に総統選挙ありますよね。はい、でそこに向けてやっぱりあの台湾中国としては自分たちが、ええ、あのまあ何時かあのこうに有利な人が総統になってもらうことをおさく今。 からいろんな交渉していると思うんですよね。それがまず目標。ですから、うん、あんまりあの台湾国民のに対して、はい、やっぱり刺激を与えるようなことになるとちょっと自分にたっ。 たちにとってマイナスになるんじゃないかというそういう配慮もあって、まあ今回は禁止区域とかですね、そういうレベルで抑えてるんだとは思いますけどね。まあかつてその李登輝さんが、はい、初めて、えー、総統選を台湾でやるというふうになった時、はい、千九百十六年ですかね。あの時はミサイル演習をガンガンやってっていうのはありましたよね。えー、ね結果でもそれ世論は別に反対方向行きましたよね。あの李登輝さんは当選したんですよね。<laughs> やっぱそういうこともありますからね。であの時はアメリカがやっぱりあの 空母を自個グループを出して、はい、やっぱりもう、ある意味、中国はもうそれで恐れをおののいちゃったんですよね。でも今の中国はやっぱ そうじゃないぞというようなことをあえて見せてるんですよね、もう、うあの時とは違う中国だということをね、うんえー、だからやっぱり、俺たち今、空母を持ってる人、あ,あ,あれやっぱり、今回、三島というね、えー、えーで、しかも台湾の、まあ、東側というか、えー、西太平洋のところで、えーえー、ある意味こう、背中から突くみたいな形。えー、あのねだから 台湾関係だって、その東が、いかしてましたよ、ね。はい、ということはどういうことかというと。うねええ、アメリカが、要する助けようとしても、俺たちは阻止するということを示してるんじゃ、うん、ポジション的には。アメリカは、やっぱね、東から、あ、あ、遊来ますよね、はい。まあ、グアムやハワイの方から、あるいは、ね、お横須賀から出すにしてもそうですよね。だから、そういう意味で、やっぱ、あの、来たら。 俺たちが立ち塞がるぞということを示したるポジショニングですよね、あれは一部報道によると、あの時にアメリカのニミッツ、ええ、空母ニミッツの打撃軍も、うん、実はあの近くの海域にはいたぞみたいな報道もあったりして、当然、アメリカもそれ意識しながら見てるもちろんです、ね、す、ええ、そうだと思います、はい、日本の倒幕もあれ、写真付きで出してるじゃないですか、ええ、やっぱりこうしっかり見てるぞっていうのを。 メッセージを出し合っているというこやでもこういうことの一つ一つがやっぱりさやあてというか駆け引きみたいなものになっていくるわけです,かそうですね。だからやっぱりあの台湾海峡問題っていうのはやっぱこれから非常に厳しく状況になるということはまあ 考えいいいた方がいいですよね日本は、はい、もうこれ、菅野さん、何百回と聞かれてると思うんですけど、えー、いつ起こるんですかとか、どう起こるんですかとかって、台湾誘致に関しては考えます、ね、朝からちょっとね、こういうおいしそうな話、はい、<laughs> ってたあれなんですけど、私は、ね、やっぱり2024年の1月、総統選挙ありますよね。はい、こ,ここに向けてやっぱあの やっぱいろんな工作すると思うんですよね。で、そこであの自分中国にとって。あの、まあ、コントロールできる相当がなれば、はい、おそらく平和的併合とも考えると思うんですけど、ならなかったら。はい。 やっぱりそこで私は見切りをつけるんじゃないかと思うんですよね。で、あの、あの、今の習近平総書記の,あの3期目が切れるのが2027年ですよね。はい、この間にやっぱ成果を上げたいとおそらく思うと思うんですよ。だから私はその2024年から2027年まではやっぱりあの、要注意の 期間だと私は思います。この三年間。はい、そう私私の見方ですよもちろん。はい、んということだと思いますね。なるほど。はいはい